船塚山古墳は茨城県石岡市北根本にある古墳。形状は前方後円墳。船塚山古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。茨城県では最大関東地方では第2位の規模の古墳で5世紀後半頃の築造と推定される。茨城県中部小伊勢川流域の第一円辺部に築造された。 大型前方後円墳である。北東約300メートルには、府中あたご山古墳があり、霞ヶ浦との位置関係から船塚山古墳は、入船、あたご山古墳は、出船と、通称される。船塚山古墳については1963年に測量調査が、1972年に、就航確認の発掘調査が実施されている。墳形は、前方後円形で、 前方部を正方に向ける。噴球は三段畜成で、神社の社殿造営やサイド、墓地造営により若干の改変を受けている。噴球長は約186メートルを測るが、これは茨城県では最大規模、関東地方でも大田天神山古墳に次ぐ第2位の規模になる。噴球表面では、遠藤埴輪列が認められているが、継承埴輪は未確認で、 吹き石の有無も明らかでない。噴球周囲には縦型の集合が巡らされており、集合を含めた古墳全長は約260メートルにも及ぶ。また周辺では倍長と見られる、小古墳数基の分布も見られる。主体部の埋葬施設は明らかでないが、地元では多数のたちが出土したとする伝承がある。この船塚山古墳は噴系出土埴庭から、 古墳時代中期の五世紀後半頃の築像と推定される。被葬者は明らかでないが、その規模からは、新張郡、行方郡、稲敷郡域を収めた大豪族の墓とみられ、特に茨城国像の市長母と推測する説もある。古墳域はきは1921年に国の史跡に指定されている。なお、石岡市域は、後世に日立国府、日立国分寺、 日立国部アマデラが営まれるなど、律令制下に入っても日立国の中心地であったことが知られる。噴宮前景左に公園部、右に前方部。古墳の規模は次の通り。噴系の築造規格は大仙領古墳や上鍋古墳との類似が指摘される。噴宮周囲では集合が認められているが、古墳自体が大地の延辺部に位置するため、集合は 風宮北側のみであって、南側には設けられなかったと推測される。現状の集合の規模は、公園部東側で幅44メートル、前方部西側で幅40メートル、くびれ部北側で最大幅63メートルを測る。船塚山古墳の周辺では、倍長と見られる小古墳数基の分布が知られる。1972年の調査の際には、 そのうちの昇園墳で木管が発見され、その中から炭鉱、盾、自家刀が出土している。なお、その他に船塚山9号墳から出土した箱式石管が石岡市民族資料館前に移動の上へ保存されている。所在地交通アクセス関連施設、周辺注釈出店。ありがとうございます。